今ない〇〇を妄想する M8 招待ショータイム二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。 T 隊長でございます、はい、ストレートエニアグラムタイプ7の本能のサブタイプ編。もうね、何も悪口が書いてないんです、うん、何もディスってなかった、うんうん、もう楽しそうに生きてんなと思いながら、うん、あ、タイプ6だと思ってます自分のことを、うん、まあ、楽しく生きてますからね。ちっきしょうとか思いながら書いてました、うん、というのはこのタイプ7は、うん、まあ、どの本でも、うん、なんかその熱中する人とか、うん、冒険する人とかで書かれる、うん、結構人気のあるタイプなんですよね、うんうんうん、そうですね。で、私もエニアグラムを興味を持ったきっかけは、うん、自分が自己診断で7ってなった7ってなったから、うんうん、褒められてると思って、うんうん、俺ってすごいと思って好きになったんですけど、うん、今日はそんな7の紹介でございます、うん、これ別に褒めてるわけじゃないですからね。まあそうなんです、性格なんで、まあ、そうなんですよね、うん、7っていうのは、楽観で自己主張、うん、楽観的に物事を唱えて、うん、自分で自らを主張して勝ち取る人でございますと、うんうん、で7な、この7の人なんですけども、うん、なぜそのようになったかというと、うん、まあ、このいつものようにエニアグラム実践編と、うん、まあ、エニアグラムでパートナー探しなどを参考にしておるんですが、うん、まあ、子供時代にその母親的存在とのつながりが断たれていると感じた、例えばそのおっぱいもらうのにもう早々にもらえなくなった、うんうん、で感じることによって、うん、そのもう自分でケアしなきゃ、うん、自分のことは自分でやらなきゃって思うようになりましたよと、うん、なんでその母親から自立することを学ぶ分離期の影響を強く受けたというふうに書いてあります、うん、心理学者の言う移行対象に集中しますと、新しいおもちゃ、うん、新しいおもちゃみたいなところになりましたと、うんうんうん、っていうこの7のタイプがその自己保存的、うん、性的、社会的に分かれるとどんな傾向があるかと、うん、で自己保存的タイプというのは、うん、まあ、物、快適に、うん、要はこうやって目移りする人、うん、新しいおもちゃ新しいおもちゃってなってた人が、うん、快適な環境を求めるとどんな風になるかというと、まあ、自らの基本的ニーズを常に快適に満たされるようにエネルギッシュに働いて駆り立てられて、実際的で物質的なものを重視します、うんうん、新しいもの、うん、多分浪費しますよね。そうなんです。で書いてあったのが、例えばショッピング、うん、旅行、うん、もう買ってきままを楽しむ典型的な消費者ですと、うん、なんでセールやバーゲンに目を光らして、うん、まあ、友達とかと、うんうん、あそこ安いよ、これいいよ、うん、っていうのに目を光らせると書いてあります、うん、でこうタイプ7の特徴としてこういろんなものを手に入れたい、今あるものでは生きていけないと思ってるんで、はい、新しいもの新しいものって次々とこう買っていくみたいな、なんでこの同じ思考タイプ、タイプ6、うん、もしくは思考タイプでタイプ5もいるんですけど、うんうん、このタイプ5タイプ6はどちらかというと現実に目を向けてちょっと消費を抑えるんです、ね、うん、そうそう、タイプ5なんか特にこうミニマリスト、ミニマリストとして同じ自己保存だけど、このタイプ7の自己保存はどんどん買っていく、どんどん買っていくっていうでタイプ5はどん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 控えていくみたいな、控えていくって、もうどんだけちっちゃいところで自分が生きれるかっていうっていうのを追求していくんで、はい、自己保存ってだけで、あ、節約する人みたいなイメージではない、ないですね、この人はどんどん新しいものを 手に取っていくよと、そう、浪費していく、はい、で7なので、うん、自己保存のタイプ5っていうのは、うん、どんどん一人で生きれるようになったんですが、うんうん、これでは7なので、うん、人との付き合いも楽しみますと、うん、まあ、ただその人との、うん、自分が人への依存心が生まれたり、うん、そのまた人が自分に依存してくるっていうのは避けますと、うんうん、それはまあ自己保存なので、うん、ものよ、人より物っていうふうに目がいきますよと、で自分のニーズが満たされないと、うん、まあ、イライラして、うん、快適さや必要なものを奪われた、うん、奪われたって感じると、うん、にだ自分のものがないだけです、うん、がもうそれはもう上なんですね、この人にとって。そう、貪欲にしたっていう、この人はタイプ7、タイプ7のそうですねあの囚われのワードとしては貪欲、貪欲、はい、
もう増える恐れを持って、うん、もうフラストレーションを抱えますと。手に入れなければ我慢できないんですよ。とらわれなんで。なるほど。なんかこれを褒めてるって捉えると違うんですよ、ね。なるほど。これはそれがないと生きれないと思う。生きれないと思ってて、そこにこう執着しちゃってるから、手に入れなければもうこうイライラするんですよ。それも命に関わる命に関わる、将来生きていけないっていう不安があるじゃないですか、思考タイプなので、はい、なので新しいものを手に入れることによってこう将来生きていこう、未来を生きていこうってしてるので、手に入れられないとイライラしたりとか不安が来たりとかするんで、囚われなんですよね、はい、なんでそれがなくなってくると、うん、その囚われが強くなってくると、うん、途端に欲求が激しくなって、うん、気難しい人になります。明るい7が明るい7が、はい、イライラするんですよ。あの分裂の方向1なんで、カツ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 ってそう、なるほど。でその安全、うん、これと安全欲求っていうのはその、うん、物がないっていうのは生きれないっていうことなので、そういうそれの安全欲求によって、うん、配慮に欠ける行動、うん、容赦ない言動、うん、っていうことになって陥っていって、うん、まあ資金に無謀で、うん、自制心なく、うん、どんどん自分を甘やかしますと。だから浪費家ですよね、はい、でどんどんその自己保存にちゃんと目を向けると、うん、あ食べ物を気をつけなきゃになるんですけど、うん、こういうのはもうどん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 食べて食べてっていう、この人のこう自己保存的安全を守るっていうのが物を手に入れるってところなんで、はい、手に入れなければ不安でしょうがないみたいな。なるほど。それは確かに手放しましょうのところですね。手放しましょうのところなんで、はい、そうなんですよ。すいません、私は読みながらですね、なんか全然いつも6ぐらいだと3行目ぐらいからなんか悪口が始まるんですけど、うん、全然始まらないとか思いながらでも確かにこれは業が深いですね、うんうん、なるほど。でこの性的、うん、セクシャル、対人、うん、この人たちはもう人、うん、強烈な体験、うん、なんでもともと強烈な、うん、そういった新しいものに飢えてるナナが、うん、より人とか体験に目を向けると、うん、まあキーワードとしては新しいもの好き、うん、興奮となってました、うん、すいません、先ほど言うの忘れました。先ほどは自分の分を獲得っていうふうになってました、うん、これはなんで新しいもの好き、うん、興奮です、うん、新しく並外れたものを絶えず探し求めますと。でどっちかというと体験的なところですよね、はい、で平凡なものを拒絶する傾向があると、うん、ここはちょっとタイプ4にも似てると書いてありました、うん、その自分が生きているっていうことを強烈に味わいたいと、うんうん、タイプ4っぽいですね、はい、で、まあ、自分自身や対人関係、うん、現実を理想化して、うん、そういったその広い広くに関心を持って、うん、あの新しいアイデアに魅了されると、うん、新しい楽しそう、うんうん、そう、楽しそう、やってみたい、自分を試したい、うん、これが俺の人生だ、うん、かっこいいって思っちゃったんですよね。多分外から見るとかっこいいけど、はい、結局これも囚われてるんで本人はそんなになんですよ。なるほど。それをやらないとどうしようもない、まあ、こっちと一緒ですよね。ああ、なるほど、うん、ちょっと過剰なんですね。過剰なんですよ。もうで、うん、なんでその興味深い人とかに惹かれて、うん、まあ、こういう人のレーダーを捉えると、うん、もう遠慮なくアプローチします。そうそう、自己主張なんで、うんうん、必ず手に入れる、うん、自分を主張して、うん、し魅了するのがうまい、うん、タイプ7。そう、はい、で新しい人との未来の関心事を、うん、一緒に空想して、うん、もう興奮してそれを楽しむと、うん、っていう、もう何も誰もが人気の意味が分かる、うん、でもこういうところって、はい、よくあの楽観タイプの人とか、こうタイプ、この人はもう楽観タイプなんですけど、はい、このよくこういう話をするんですよ。新しい、まあ、未来の関心事を空想する、はい、ちょっと空想なんですよね。所詮こういうことやったら面白そうだよねっていうので、こうすっごい盛り上がるけど、はい、行動に移らないんですよ。なるほど。なんでその頭が、うん、ちょっとこれは健全度が下がっていくと、うん、まあ、頭の回転はめちゃめちゃ早いんですけども、うん、落ち着きがないと、うん、なんでそのっていうのと、新しいものを常に求めてしまうので、うん、まあ、優れた判断力を失っていくと、今やってることが素晴らしいことなのに、うん、新しいっていうだけで
あ、そっちにこう、そっちに目が向いてしまう。目が向いてしまうっていう。なのでこう熱しやすく冷めやすいみたいな、はい、この間これすごくいいよねってやってたけど、はい、1週間後にはもう全く興味失って違うことやってるみたいな。なるほど。なんでその真っ当でない、うん、計画に身を投じて、うん、まあ、スリルを求めて、うん、節操がなくなり、うん、まあ、自分自身を傷つけることにもなると、うん、だ中途半端で終わっちゃうみたいなのが多いですよね。それはまあ囚われの部分、7の囚われの部分、うん、新しいものに目がどうしても目がいっちゃうんで、はい、新しいものに目がいくってことは古いことから目が離れていくんで、いや今やってることは全て古いものなんですね。これはなのでそう知り合いのタイプ7の人とかはカレーが大好きでみたいな、はい、ああよくされる、カレーを食べに行ってこれが目の前に出てきた瞬間、それはもう追い求めたカレーなんですよ。そうそう、追い求めたカレー、目の前に出てきた瞬間興味を失って次のカレーみたいな。なるほど。今を楽しめない、今はそうだから本当はこれを楽しまなきゃいけないし、まあ、喜びを感じたいところですよね。そうそう、ここに美味しいって食べた方が絶対幸せなんだけど、はいはい、もうそんなことよりもこれを食べながら次のカレーのことを考えてるみたいな。もしくは しまったこれじゃなかったかも、あ、それもあるかもしれない。あ、もっとうまい、もっと美味しいカレーがあるあるかもしれない。なるほど。けどこれを楽しんだ方が得なんですよ絶対。そう、幸せですよ。そうそう、気持ちも体も幸せですよね。で食べた後に次のカレーっていけばいいのに、はい、これを楽しまずに次のカレーみたいなっていうのが、まあ、うん、カレーだと、ね、ちっちゃい話ですけど、うんうん、もう全てにおいてそういったことなんですね。そうそうそう、うん、なのでそう囚われてるんですよこういうことに。なるほど。なるほど。でもまあちょっとドラマチックなんだよな。だからそう外から見ると楽しそうにやってるし、はい、ドラマチックに見えるし、はい、羨ましく見えるのがタイプなのですよね。あ、はい、うん、でこれが社会的、今度はまあ、うん、人にってなると、うん、あ、今のが人にですね。あ、人に、すいません。次は社会的タイプなので、うん、ソーシャル、好機、うん、を逃したくない、うん、あとは短期対理想主義っていうのがありました、うん、というのはこの人たちは、この人も理想家で、うん、まあ、社会交流や大義に関わりたいと思っている、うんうん、なんで、まあ、この人もある程度その未来を見て理想を掲げるっていう人だったんですけど、うん、この人も理想家で社会的交流や大義に関わりたいと思って、うん、もっと大きな、ね、そうですね、はい、社会に対して、あ、自分よりそうです、うん、自分ってことよりも社会って感じ、うん、で自分の熱意や関心を共有できる友達も持ちますと、うんうんうん、で空想してやろうよみたいなことになりますよね、うんうんうん、でもこの人とのプロジェクトに関わると他の人の遅いペースがイライラしだすんです、うんうん、で動きが取れないと感じて重荷、うんうん、もうここの回は重荷に感じてしまうと。あ、7っぽいですで、もう自分がコミットしたことを全うしたいっていう気持ちはあるんですけども、うん、あ、もうちょっと離れて自分のことやりたいっていう気持ちにもなっていくと、うん、で僕はこれを書きながら、ここはなんか、うん、ちょっとある程度早い段階から悪口が始まったと、うん、いいね、いつもこの調子だねと思って書いてました、うん、まあ、7の人よく無責任って言われますからなるほど、書いてありました、うん、というのはこうやって手順を話し合って、うん、無駄にするよりも、うん、もう今すぐじゃやろうよっていう気持ちになりますと、うんうんうん、でただそのそういう人付き合いも好きなんですけども、うん、支配もされたくない、うん、命令するなと、うんうん、俺は自由でいたいんだっていうタイプですっていうことなので、まあ、うん、ちょっと話をしてきましたが、この自らのエネルギーや資源を拡散、うん、いろんなところに拡散する傾向があるよと、うん、半分しかコミットしないみたいな、うんうん、なんでそのスケジュールをバーっていっぱいにするんですけど、うん、その全てのスケジュールに代案があるんです、うんうんうん、代案みたいな、うんうん、なんでそのなんて言うんでしょう、どれもひたむきになれずに、例えばそのスケジュール入れますよね、うん、でも新しい何か期待できるものとか、うんうん、ちょっと不安なことを感じるとドタキャンしますと、うん、簡単に、うん、ドタキャンもあるよと、うんうん、っていう傾向があって、うん、例えばじゃあ企画会議ですごい才能を発揮するんですね、うん、でもなんて言うんでしょう、いろんなところでそれを散逸するので、うん、まあやりますって言いますよね、うんうん、こっちでもやりますって言います、うん、こっちでもやります、うんっていうことで、うん、なんて言うんでしょう、社会的スラバに向かわせるよと、うん、
進んでないじゃないか、うん、進んでないじゃないか、うん、進んでないじゃないか、うん、あ、なんか7っぽいですね。あのそれに僕携わったことあると思って、うん、あ、その7の人がいてってことですか。そうですね、うん、いなくなったみたいなそう、残された6みたいなそう、まあよくタイム7の人は無責任って言われるのがこの辺ですよね、きっと。あの実務的な6って言われるもう多分面倒くさくなってくる、だん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 、はい、で次の興味のあることに目が打っちゃうしで、まあそれが収まればいいですよね、うん、そのまあ修羅場になったとしても収まりました、うん、ならいいですけども、時には収まらないことも、うんうん、社会的に抹殺みたいな、うん、こともまあ往々にして、うんうん、そうなので、まあ何か7の人って、まあ、そういうところ気をつけたりはしてますけどね、これじゃダメだって。あ、健全度が、健全度が高いと、はい、健全度が高いのに向かうとタイプ5、うん、タイプ5なので、こう穴を掘っていく人、そう、はい、やりつつやりますやりますって言ったところを、はい、こうもうハードにこなしていくみたいな、あ、頑張り屋でもあるよ頑張り屋でもある、はい、うん、あ、まあ、ちゃんとその後の方にというか健全度が高ければ、はい、で健全度が下がると無責任になっていくんで、はい、どんどんどんもういいやこれもう俺がいなくても大丈夫でしょうパタパタって楽観で蓋をしてそうもう見ないみたいな、はい、であとは基本やっぱりその同じ思考タイプなので、うん、やっぱり未来に対して不安を感じているんですよね、うん、そう、まあ、だからそこでそういう何かを手に入れよう、まあ、それぞれ手に入れるものが違うぐらいの感じで、はいはい、手に入れようですよね、はい、自分に足りてないものがもう今あるものでは足りてないと思ってるんですよ、そもそも。なるほど。そう、なので新しいもの、新しいものだったりとか、そういう強烈な体験だったり、体験だったりとか、まあ、そういう社会グループ社会だったり、うん、はい、っていう新しいものをこう取り入れよう取り入れようじゃないと生きていけないと思って、うん、って思ってる、はい、なのでそういうとらわれなんで、はい、まあ、性格の問題ですよね多分、はいはい、だからこの人が羨ましいならなれば楽しく生きていけるってわけではない。ない。それなりに業はある。業は深いです。業は深いですよね、うん。で、ここにも書いてあるのは、その、実際、うんうん、タイプ7が自分自身について理解すべき重要な点は、幸せと満足を直接求めている限り、うん、決して手に入れることはできないことです。うんうん、今なんですと。そう。なんかその求めてるってことは今のじゃ足りないって、ね、足りてないってことですもんね。で、こう次から次へと。そっか。今私は幸せじゃないと思ってるってことですね。そうそう。常に思ってるみたいな。だから、新たなものを手に入れようと。それは大変。そっか、うん。常に新しいものを買うっていうのは、うんうん、今が幸せじゃないからっていうことですもんね。そう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 。今は幸せだと思ってないから。こう新しいものを手に入れて幸せになろう。だけど手に入れても今じゃ足りないってずっと思ってるっていう、はい、なんでこの、健全度高く、うん、統合の方向タイプ5に向かうと、うん、一つのことをやり遂げていくと、うん、もともとクリエイティビティのある人なので、うんうんうん、こういいアイディアとかは多分すごい浮かぶ人たちなんですよ、はい、でそれを中途半端になりだしてしまうんではい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 、はい、でそれを最後までこうやり遂げると、まあ、それだけで結果がいいものが出るって話じゃないですか、はいはいはい、うん、そんな感じの人です。じゃあ決して私は、うん、羨ましがらなくていいということですね。羨ましい、みんなそれぞれ全てにそう、まあ、性格なんで、はい、この人たちが優れてるって話じゃないです。アイデアがとか言ってもタイプ7はアイデアがいっぱい生まれていて6が生まれないってわけでもないで、ないですね、はい、そうですね、私もすみません、ちょっととらわれが強く出てしまっていまして、はい、なので別にこういう身体的な特徴とかっていうわけじゃない、ないです、能力が高いとかっていうわけでもない、よく書きながらやっぱ勘違いしちゃいますね私もね、はい、すみません。なので、はい、そう手放していきましょうっていうとらわれがある、そうでした、基本は手放しましょうですね。そうそうそう、うん、はい、この人たちはこういうとらわれがあって、はい、それによってこういう行動をしてる、はい、うん、で行動だけで言えば真似することはできる、新しいものを手に入れたりとか、そうです、ね、面白いことをやろうっていうのは僕多分途中で無駄だなって思っちゃいます多分、はい、っていうのは多分どのタイプのことでも真似をしようと思えばできるし、はいはい、それがやりたければやったらいいっていう、そうです、そうですね、はい、そう、とらわれから抜けましょうなんで、これ今日は忘れてました、はい、やりながら、はい、
今日もすみません、ありがとうございました。次はタイプ8。タイプ8。タイプ8は多分面白いなとかと思いながら、業が深いねって大変だねって思いながら。一番生きにくいかもしれないですよね。書いてると思います。はい。まあ本人どう思ってるかわかんないですけど。そうですね、はい。はい。というタイプ8を紹介したいと思います。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。